はい、皆さん、こんにちは。山田です。今日も今日とって線形代数をやっていきましょう。今日はセクション10。10まで来ましたね。えー、次元と規定について説明していきます。この動画は、えー、僕がアウトプットとして線形代数のお話をなんかひたすらしていくだけなので、えーひた、ひたすらしていくだけで、その中で定義と定理と定義とか定理とかの、えー、話をしていって、たまに証明などをしていきます。なので、まあ、演習とか、 え例題などはあまり行っていませんのでそちらを期待された方は申し訳ないです。定義とこの動画は定義と定理を確認していく動画となっております。ではやっていきましょう。えー、と一番最初は一時独立な最大個数というものをちょっと定義していきますよという話です。えー、と定義10.1、V をベクトル空間 V1.VN を、まあ、ベクトル空間 V の要素と弦としますよと。この時に V1 から VN について ある r 個のベクトルは r、ある r 個のベクトルは一時独立。過去にどの r+1 個のベクトルも一時重毒を満たすような r。この r はナチュラルナンバーなんですが、この r は1つだけ取れるよと。この r を v1 から vn の一時独立の最大の個数と定義しますよという感じです。ポイントはまあ1番のある r 個についての一時独立ですよと。 で、どの r プラス1個を取ったとしても全て一次重力となるような r のことを最大個数というふうに定義するということですね。はい、例えばを見ていきますと例えばこんなものですね。これは全て一次重力の形になっているんですが100010001は一次独立の形になっていてで、まあ、その一次独立の数なので。 ですよと今回は最大その一時独立の最大個性は3ですよというふうになります。で、学二2番の場合は1000102-30という形なんですがこの一番最後の部分は、まあ、あってもなくてもどちでもよくってこの最後の部分は前の2つを使って、えー、その一時線形結合で書くことができるのでつまりはこの2つさえあればいいよということで。 えー、一次独立の最大個数は2ですよというふうになっています。まあ、例題についてはちょっと飛ばしますよと。で定理10.2を確認しますと、A を M×N 行列として、ランク A を A の列ベクトルの一次独立の最大個数というふうに、えー、表すことができます。また、A を N 次正方行列としたら、A が正直ならば、A の N 個の列ベクトルは一次独立ということも言えます。 最初の方の部分は、このランクを調べると、ランク A を調べると、A の列ベクトルの一時独立の最大の個数というふうになっているってわけですね。はい、でまた、N 次正方形率の場合は、A が生息のときは、このランクっていうのは、ランク A が N ですよと、ランク A が N ですよということが言えたので、つまりはそのランク A が N なので、その個数っていうのは、N 個の一時独立な形というふうになりますね。 まあそんな感じです。ランクと,、えー、と一次独立の最大の個数というのが対応しているなということが分かれば大丈夫かなと思います。で、どんどんいきますね。で、今まではあその普通のベクトルに対してやってきたんですが、それ以外の複数ベクトルについてやってきたんですが、それ以外のベクトル空間でも扱えるような定理をちょっと見ていこうということで、まあ、それ以外といったらあの多項式のやつですね、1とか x2 乗とか x3 乗とかっていうのは、まあ、前回、えー、こちらの線形、 線形結合も一ベクトル空間に入っているよというふうな話をしたと思うんですが他のベクトル空間についても、えー、いろんな定理がありましてその一つが定理の10.3です V をベクトル空間とした時に U1 から UM これは V の中に入っている U1 から UM というのは一時独立としますそしてこのある V1 から VN というのはこの U1 から UM を使って 使った線形結合で書けるよというふうになってます。この絵は、ええー、この絵は何かと言いますと、ええは A、エイチ点点点エイエルとなるような行列ですね。縦にエイチ、エイニ点点点エイエルと並んでいる行列でして、ええー、また、ええー、この時に、ムイチ点点点ヴィエルの一時関係とエイチとエイエルの一時関係が同じですよということを言っています。このように一時結合で書けるときは、ここの V1 から VL の一時関係はこの A の一時関係と等しいよと同じですよということを言っています。はい。このイメージを見ていきますと、まあ、先ほど申した通り V が N が3のときを考えると V1、V2、V3 というのは一次結合でかける U1、U2、U3 のに、えー、と行列 A を作用させることによって書くことができるとしたときはこの V1 っていうのは行列のこの A1 の成分に。 V2 というのはこの A2 という成分に、V3 というのはこの A3 の成分に対応するよというふうになっています。これはちょっと証明で見ていきましょうと、詳しく見ていきましょうというふうにすると、あるケース、エリアルナンバーの C1 から Cn を用意しまして、それの線形結合でかけたやつが0というこの形をまあちょっと置いてみいいます。この V1 から Vn は、この V1 から Vn ですね。こういうふうにかけることを考えますと、 これをいつも通り、えー、ベクトルの掛け算で書くとすると、V1 から Vn の成分があって、そこに対して C1 から Cn のベクトルが作用するよというふうに書きますね。ここかけ、ここの足し算になる、ここかけ、ここ足す、ここかけ、ここ足す、点ここかけ、ここなので、いずれですね、えー、これが確かに表されているということも確認できます。そしてこの V1 から Vn というのを仮定より、 こういうふうにかけるというふうに置いたので、まあ、そこが対応してますね。ここが対応してます。そこに対して、えー、今、この今、赤で囲った部分を見ますと、U1 から UM が一時独立なので、この一時独立なものに対して、何かある、これは一つの行列というふうに見ることもできまして、一時独立なものにある行列 A がかかって、イコール0の場合は、この A とといいううのはゼロ行列になるということが知られていますこれは定理9.9からですね前回のやつの証明です全く同じことを言いますと定理9.9というのは一時独立なものに対して行列性が作用してそれが0ベクトルとか0行列0だった場合はこの a というのはゼ0行列となりますで今回はこの形がベクトル表記なのでこの部分が0行列つまりは0ベクトルとなるということが言えます はいでここから a を先ほどの形で書いてあげますと a1 から an というふうに書けるのでつまりはこれを実際に計算しますとここかけここ足すここかけここ足すここかけここなのでこのように書きますよと。で最初の仮定の一番が書いてないですね一番どこかと言いますとこれですね。この一番の式とこの一番の式と2番の式を見ますと同じ C1 から Cn を使っていますので V1 から Vn の対応と A1 か,から An の対応というのは、えー、同じということがあ、えー、まあ同じ対応が同じですよということが確かに確かめられます一次関係が同じということが言えそうですという感じですはい、まあ、どんどんいきますね、まあ、例題をちょっと飛ばして次に、えー、次元の話に移るんですが次元を定義するときに規定を 定義した後に次元を定義するんですがまずその規定を考えるときに生成するという言葉が言葉の理解が大事になってくるのでまずはて生成するなどの定義を見ていきましょう定義 10.4V をベクトル空間としてそのベクトル空間の弦の V1 から Vn というものがあります。 そして任意の V、えー、ベクトル V の中の V ベクトルというものを取ってきてあげて、その V が V1 から Vn の一時結合でかけるとき、この V1 から Vn は V を生成すると言います。この V の中のある V、ベクトルというものを、他の V1 から Vn でかけた、一時結合でかけるよという場合は、この V1 から Vn は、えー、V を生成すると言います。任意のなので、すべてのベクトルがこれぞで書けちゃうんですね。 こいつらを使えばどんなベクトルでも書けるよというものです。この時の V1 から Vn を生成源と言ったりします。この辺はなんかグンともちょっと似ているところがありますね。はい。具体例ですね。えー、これです。1 0 0ゼ0ゼ0 0 0 1っていうのは R3 を生成するということが言えます。この100と010と001というのは3次元上のどの点を持ち、どの点に、どの点でも表すことができるので、これは この一次結合で表すことができるので R3 を生成すると言えます。まあ、これも同じような感じですね。ここら辺はこいつを含んでも含んでなくても言えるんですが、えー、含んでても含んでなくてもこ,いこの3つのベクトルで生成することができるよということが言えてます。次、定理10.5ですね。定義10.5です、えー。V ベクトルあ、ベクトル空間 V の元の V1 から Vn がありまして、これが V1、Vn は一次独立で、V1 から Vn は一次独立で、V1 から Vn は V を生成するとき、この2つですね。もう一回言いますね。V1 から Vn が一次独立で、V1 から Vn は生成する。これ、生成するとは何だったかと言いますと、先ほどやった一次結合、他の任意の V が一次結合、こいつの一次結合で書けるよということですね。なので、まあ、生成するとは、こいつらの、この V のいかなる弦だとしても、この V1 から Vn を使って、 一次独立の V1 から Vn を使って生成することが、まあえー、一次結合で書けるよということです。この2つを満たすときに V1 から Vn は V の規定と言います。なので V1 から Vn で生成できて一次独立の場合は V は V の規定と呼べますよと、こいつらは V の規定です。はい、具体例を見ますと、上の A, これです、ね、上の A は R3 の規定と言えます。こいつらは一次独立ということがわかります。 えー、どの他のやつを使ったとしてもこいつらは表すことができるのでこの3つの関係は一次独立ですよと。で、えー、先ほど申した通り生成するのでこいつらは R3 の規定ということがわかります。しかしこの B の例は規定とは言えません。生成することは言えたんですが一次独立かと言いますとこれ一次独立じゃないですね。この一方のベクトルを他のベクトルで表すことができるので2倍の1、0足す3倍の0、1と表すことができるのでこいつらこいつが えー、てかこいつが、えー、一時従属なので一時従属一次属率とは違いますねなので B は生成じゃなくて一時従属なので規定ではないと言えますそして一般に RN の規定の、えー、基本ベクトル E1 から EN は RN の規定ということも分かってますよこれを標準規定と言ったりしますこれも何か結構、えー、今まで使ってきた通りのことなので、まあ、大丈夫かなと思います で定理と、えー、これは V の規定の個数は一定ですよっていうことを言ってます。V の規定の個数は一定です。えー、規定っていうのはあ先ほど言ったと、えー、まり、あ、どんなっていうと先ほど言ってもないな、100010001だけではなくて他のベクトルの、えー、他のベクトルを持ってきたとしても R3 を生成したり、一独立だったりすることがあります。これだけじゃなくて。 他のものでも他の3つを取ってきてあげてそいつらが一時独立で生成するならばそいつらは規定だと言えるんですがその規定の個数は一定ですよとなってますちょっと証明を見ましょうこの証明は v を, v, の v, v を規定とするやつを U1 と VN と U1 から UM と V1 から VN というものを取っていきましょうこの数は M 個と N 個で分けてます で目標は一定を証明したいので m イコール n を証明したいですここで規定なのでこいつら規定なので U1 っていうのはこの V1 から Vn の1線形結合で書くことができます同じように U2 もこいつの線形結合で書きます Um もこいつの線形結合で書けるのでこういう式が成り立ちますね U1 の U1 から Um っていうのは V1 から Vn の線形結合で書きますよとこの a っていうのはまあ a 1え n みたいな感じのベクトルを表しているとしましょうそしてこの掛け算が成り立つには横のベクトルが m 個あってここの横のベクトルは n 個あるので行列表現で表すと、えー、ここの最初のここのベクトルというのは 1×n 行列でしてそれと作用する行列は ここが一致しないといけないので、n×m じゃないとダメですね。なぜここが m になるかと言いますと、最終的にはこれを計算した結果が 1×m 行列になってほしい。1×m 行列なので。なので、この a というのは n×m 行列じゃないとダメだよということがわかります。同様に考えると、v1 っていうのは、この u1 から um の線形結合でかけて、 V2 っていうのは U1 から UM の線形結合で書けまして Vn というのも U1 から UM の線形結合で書けるので先ほどの状態を逆にしたこの形が出てきますそしてこの B っていうのはえっとここに M 個あるので M かけ出力が N 個なので N という行列じゃないとダメですよそしてここで定理9.10前回ですねこの定理9.10と何だったかといいますと、まあ、簡単に言うと行列が横を 長だと行列が横に長いと必ず一時中毒になりますよという定理でした。行列の形が横長になっちゃうと一時中毒ですよということになってしまうので今回横長になったらダメということは N×M 行列のこの M と L の大小関係は L の方が大きくないとダメなんですね。なのでまずはこの関係が成り立ちます。また B についても同様に考えられるので m×n の行列で、m の方が大きくないといけないということで、こういうのが成り立ちます。これが1として、これを2とすると、1はここで、2はここです。はい。これちらを同時に満たさないといけないので、こちら同時に満たす m と n というのはあ等しくないとだめですよと。なので、その個数が一致しているということがわかりました。はい。そんな証明でしたね。そして、えー、定義をちょっと見ていきますと、お次元の定義ですね。 DIMV というふうに書いて、ディメンション v と呼んだりしますが、えー、DIMV というのは、V の規定の個数と定義します。規定の個数が次元となりますよというふうになっています。例えば、RN というのの次元は、この RN は規定が N 個あるわけですから、次元は N ですね。また、DIM の PNR というのは、この PNR というのは多項式のベクトル空間なので、 まず1個目は1、2個目は x で、n プラス1個目が x の n 乗となっていまして、えー、フロッといっちゃいましたが、ここの個数は全部で n たす1個ですね。ここから順番に数えると1個、2個、3個なので、どんどん増えていって、この n のところでは n たす1個を数えられるので、これ全体は n たす1個です。なので、規定の数が n たす1個なので、ディメンションの pnr っていうのは n たす1次元ですよということが分かります。 次に、えー、スパンを、えー、定義すると、えー、定理10.8 10. を読みますと V をベクトル空間で V1 から Vn は V の元としま,し,たしますよとその時に、えー、ある W という集合がベクトル空間があった時にそのベクトル空間 W は今用いた V1 から Vn の線形結合でかけるものだとしましょうそしてこの係数 S1 から Sn というのは、えー、リアルナンバーでしょうとこの状態になっている場合を V1 から Vn で貼られると読んだりします。まあ、別の言い方をすると生成されるという言い方ですね。この V1 から Vn の線形結合でかける、えー、線形結合でえ生成されるのをちょっと復習しますと、これですね。 線形結合でかけるえベクトル V の V1 から VN を使って、ベクトル空間 V の V1 から VN を使って線形結合でかけるもののことを、とある任意の V に対して線形結合でかける、生成するということと対応するので、まあ、そういう感じですね、貼られているというのは生成されるというふうにも捉えることができます。これを貼られている、もしくは生成されるという形を、W= イコール ちょっととんがりカットの v 一から VN というふうに書いたりします。またはスパンの v 一から VN というふうに書いたりします。まあ、これは結構群でもよく使ったりする表現だったなと思います。まあ、こんな感じに書きますよっていうだけですね。書き方です。<laughs> はい。まあ、例はおそらく大丈夫でしょうという感じですね。で、えー、それらから言えるのが、えー、ディメンションのスパンの v 一から VN というのは、 えー、こいつらの次元は何ですかというふうに言われた時の計算は V1 から VL の一時独立な最大個数ということが言えます。ちょっとカッコが閉じれてないですね。はい、V1 から VL の一時独立な最大個数というふうになるんですね。はい、まあ、これが言えたとしまして、えー、どんどん先に進みますと、これが最後かな。次が最後かな。 そうですねえー、定理10.15を見ますと、a を m×n 行列としまして、えー、w, が w が x ベクトル in Rn としまして、そしてその x は、a、x イコール0ベクトルを満たすような x ですよと。これを満たすような x が w に入っているとすると、ディメンション w というのは n ランクランクの a ですよと。 いうふうふに計算することができます、まあ、これは実は上の例を見ると結構わかりやすくなるんですがまあこういうものがあるんだなというふうに知っておくといいと思いますまたこの定理は線形写像で使ったりするそうですはい、まあ、ちょっと抽象的な感じがしますが、まあ、どんどん先に進みましょう、えー、定理10.11これがおそらく最後ですね、えー、定理10.11は V をベクトル空間でディメンション V=N としますよとこれちょっと大事ですね この時に V1 から Vn の V の弦を V1 から Vn というふうに書くと次の形は同値ですよと言っています。1、V1 から Vn は V の規定。2、V1 から Vn は一時独立。3、V1 から Vn は V を生成する。これらは全て同値だということが言えます。 えまずは、まあ、1番から2かつ3というのは簡単に言えることができまして、なぜかと言いますと、この部位の規定というものの定義が一時独立で生成するよというものだったので、1ならば2かつ3というのは言えます。これが正しいと。では、じゃあこいつら、ここのやつを証明するにはどうしたらいいかと言いますと、2かつ3ならば2ですよと。もしくは、2ならば2かつ3ということが言える。えー、とか、2かつ3ならば、 え3ですよ、3ならば2かつ3ですよというものが言えれば、つまりは1な,1ならば2だし、2ならば1だし、1ならば3だし、3ならば1だしということが言えるので、す、ま、べ、あ、て対応することが言えます。つまりは、えー、とこの値が言えれば、2ならば3だよということさえ言えれば、えー、両方とも、この2つとも言えるし、この2つとも言えるということが分かりますので、じゃあ2ならば3を示そうと。 これを再示めすれば、まあ、全て同じ同値ですよということが言えます。なので、それを証明するんですが、まず2ならば3を証明しますと、2位のベクトル V を持ってきてあげまして、ベクトル V の中の、あまあ、ちょっと2を確認しますと、2というのは V1 から Vn は一時独立ですよと言ってます。なので、とある2位のベク,トルベクトル空間 V の中に入っている弦 V を取ってきてあげますと、この V1 から Vn の えー、一時独立で書けられるんですね。で、また、この V,、えー、v を1個増,え増やすと、えー、ここが一時独立なんですが、V を1個増やしてしまうと、一位従属となってしまいます。これはなぜかと言いますと、V1 から Vn というのは、えー、N 個あるわけなんですが、今はディメンションが、ディメンション V が N と言っているので、規定が N という、規定が N、うんと、まあ、最大個数が N 個というふうになっているので、えー、ここが、 1一個増えるので、1個増えたらもう確実に一次重複ということが言えます。よって定理9.8よりは V は V1 から VN の一次結合でかけるよと言っております。えー、ここまでが一次独立でちょっと1個増やしたら一次重複ならばこの1個の部分は他の一次独立でかけるよと、線、ま、形、あ、結合でかけるよという意味ですね、定理9.8は。なので、つまりは、えー、この V1 から VN を使えば他の 要素の他の要素 V の要素の他の弦、えー、も書けるので生成されるということが言えますねなので2ならば3が言えましたとします次に3ならば2を、えー、証明するんですが3は V を生成するということなので V というのは、えー、ちょっととんがり括弧の V1 から VL というふうに書けますこれとディメンション N が、えー、ディメンション V が N なので定理10.9から定理10.9は先ほどやったやつですね V1、えー、から v ルの一次独立な最大の個数が、えー、デ,ィ n ですディメンション V ですよと。ディメンション V ですよと言ってまして、えー、n がこれと等しいよと言ってます。つまりは、この一番右辺のこの部分は、V1 から Vn が n 個なので、えー、つまりはあ一次独立なあ個数というのは、まあ、n ということが言えるので、こいつらが一次独立じゃないとダメですよということが言えるので、3ドラマ2が言えたと。 しましょうはい、えー、これにて、えー、今回の動画は以上となります。今回は次元と規定について、えー、定義とか定理を見ていきました、えー、今後、まあえー、例題とかをやっていこうかなというふうに考えていますので、まあ、そちらをご期待くださいという感じですねはい、えー、最後にご視聴いただき本当にありがとうございましたよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたしますではまた